はい、皆さんこんにちは。教育百貨店の平野と申します。今日ちょっとですね、趣旨変えまして、生徒と先生の恋愛はどこから情報が漏れるかという話をしていきたいかなと思います。私はもちろん生徒と恋愛をしたことはありませんが、バレてクビになった社員やアルバイトっていうのは見たことがありますし、聞いたこともあります。情報が漏れる第3位はですね、生徒本人のツイッターもしくはインスタです。これ先生が監視してるのかって言われるかもしれませんけど、実際に見てるのは生徒や保護者のパターンですね。なので厳選はツイッターかインスタで、そこから違う人に渡って情報が漏れてくるっていうパターンは見かけます。第2位はですね、女性スタッフからの密告ですね。男性スタッフから情報ってのはですね、あまり回ってこないんですけど、女性のスタッフからはめちゃめちゃ回ってきます。特に塾だと女性アルバイトの人が、男性アルバイトが生徒と何やら怪しげなことをしているっていうのを見逃してくれません。社員に報告が上がってきてます。なので男性のアルバイトの塾講師の皆さん、意外とバレてるんで、生徒や保護者に迷惑をかけることはやめましょう。はい、第1位はですね、生徒同士の会話で広がってます。まあこれはありがちですね。講師である大人は自分からその恋愛関係を言ったりすることはありませんが、もう生徒はですね、もう子供ですから、もう言っちゃうんですよ。内緒だよって言って話をする。もうそれがどんどん広がっていく、噂になってるみたいなね。僕もね、塾講師を教えた頃に、生徒からですね、〇〇高校のなんとか先生となんとかさんっていう人が付き合ってるんですよ。それを僕に言われて、はぁとなったんですけど、二人は誰にも知られてないと思ってるけど、学校のみんなが知ってるって言ってて、ああそれは生徒がいろんな友達に言っちゃってるんでしょと言ったらですね、ああその通りですと生徒も言ってました。先生と生徒の恋愛は自由だって言ってる人もいますけど、僕はですね、絶対にそれはありえないと思います。だって上下関係があるわけですから、その上下関係を利用して恋愛に持ち込んでるわけでしょ。パワハラじゃんって僕は思ってます。なので先生は生徒との恋愛は絶対にやめておきましょう。はい、この内容にまさにその通りだと思ってくれる方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。